ポルキットとはユニックス系オペレーティングシステムでシステム全体の権限を制御するためのアプリケーション開発ツールキットであるこのライブラリーによって特権を持たないプロセスが特権を持つプロセスと通信することができるようになる須藤のようなコマンドと比較するとプロセス全体に対して特権を与えることはしないしかし一つのポリシーでより細かなポリシーを システム全体に対して適用できるという特徴がある。このライブラリーは、freedesktop.org プロジェクトの一環で作られた。ポリシーキットは、Ubuntu では8.04より、Fedora では8より導入されている。バージョン0.105以降に名前を、Pol キットに変更した。このツールは、様々なアプリケーションに取り込まれている。例えば、 リベバートやベルトマネージャーから使うこともできる。また、ソリナックスの持つセキュリティコンテキスト情報を D バスより取得して動作することもできる。アペンディックス A ライセンスハットポルキッドギットニュース。デビッド・ソイダン2012年11月15日閲覧ありがとうございます。